ワレーリープストボイチェンコワレーリープストボイチェンコは、ウクライナの政治家、元首相、人民民主党総裁。1975年から1984年まで、企業合同体、ドニエプルストロイメハニザーツィアで働く。1984年から1986年まで、ドニエプルチャシュトロイメハニザーツィア所長。1986年から、 ドニエプロペトルフスクシバーブシュキン執行委員会議長ドニエプロペトルフスクシ執行委員会副議長1991年から1993年ドニエプロペトルフスクシ執行委員会議長1993年キエフのエブスポ銀行の融資会議副議長1996から2000年度の国家産業政策のコンセプトの規案に参加した 1994年7月から大臣。1997年7月から1999年10月まで首相。1999年から人民民主党総裁。1999年の大統領選後、レオニードクチマにより再び首相に推薦されたが、最高会議の承認を得られず、ビクトル・ユシチェンコに首相の座を譲った。 2001年6月から2002年4月まで、アナトリー・キナフ内閣にて、運輸賞。最大、二次を有する。機械技師、建築技師専攻で、ドニエプロペトロフスク建設工業大学を卒業。ウクライナ大統領名誉記章、後藤ヤロスラフ、健康勲章を受賞ウクライナ功労建築士。 1996年7月から2000年8月まで、ウクライナサッカー連盟総裁、ありがとうございます。